イアン・エドワード・ライトンベは、イングランド・ウィリッジ出身の、元イングランド代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。1963年11月3日、ロンドン南部の生まれ。地元ブライトンやミルウォールには、不合格となるが、ノンリーグのクラブでのプレーを認められて、クリスタル・パレスと契約。この時の移籍金は、金銭ではなく、 ウェイトトレーニング機器一式であった。すぐに、レギュラーに定着し、デビューシーズン32試合9得点を挙げた。1989年、1990年、リーグカップ連覇の立役者となり活躍し1991から92シーズン序盤に、アーセナルへと移籍する。この時すでに、クリスタルパレスにて8試合後得点を挙げ、アーセナルへ加入後も得点を量産し、 通算29ゴールを記録し、得点王のタイトルを獲得した。その後はたびたび素行の悪さを問題視されることも多かったが、エースストライカーとしてファンからは人気を得た。1993から94シーズンの UEFA カップウィーナーズカップ優勝に貢献。翌シーズン同大会では9得点で得点王を獲得。さらに1996から97シーズン。 ミドルスブラ戦にてリーグ通算200ゴールを達成した。アーセナル時代の1997から98シーズンにはクリフバスティンの持つクラブ通算178ゴールを塗り替え、プレミアリーグと FA カップの2冠獲得に貢献した。以後はウエストハム、ノッティンガム、セルティックを経てバーンディでキャリアを終えた。引退後はウベ勲章も受賞した。 イングランド代表としては1991年2月6日、カメルーン戦でデビュー。当初、リヌカーの後継者として期待されていたが、当時の代表監督のグラハム・テイラーには重要視されず、またその荒っぽい気象から、たびたび審判や相手選手とトラブルを起こしたせいで、代表への招集が見送られることも多かった。ユーロ1992ではメンバーに選出されなかったが、 得点力不足に悩むイングランドがグループリーグで姿を消したことでライトを召集しなかったテーラーへの批判が浴びせられた。1998年 W 杯欧州予選ではイタリアと同組ながら首位通過に貢献をしたが怪我が原因でワールドカップ本大会の舞台に出場できなかった。スピードレスポンスを武器に 高い決定力を備えたストライカーであり、1990年代初頭には、柔軟なボールタッチと類まれなるゴールへの嗅覚で、ポストリネカー、ニュータイプのゴールゲッターと称された。素行の悪さを問題とされることも多かったが、ファンからは、支持を集め、愛すべき悪道でもあった。サッカー選手のショーン・ライト・フィリップスは、養子、ブラッドリー・ライト・フィリップスは、実の息子である。 ありがとうございます。